日本埼玉県蓮田市藤野木藤野木は埼玉県蓮田市の町名。現行行政地名は藤野木1丁目から藤野木4丁目。住居表示未実施地区。郵便番号は349-0105。蓮田市の東部、元荒川の左岸に位置する。東西南北で黒浜に隣接し、南側では白の飛び地とも隣接する。南東側で、 埼玉県道154号ハスが杉戸線に東側で埼玉県道162号ハスが白を書く線に接する。土地区画整理事業の勘違処分により町名地番変更が行われて成立した。町名の藤の木はもともと大技黒浜の小技であり、黒浜土地区画整理審議会において古来からの地名である藤の木を生かして町名に採用された。 ほぼ全域が市街化区域に指定されており、一丁目南西部のごく一部が市街化調整区域に指定されている。住宅が多めであるが、空き地や農地も存在する。生産緑地地区は三丁目と四丁目に多い。住宅地の地価は、2020年1月1日の工事地価によれば、富士の木三丁目240番街の地点で82,900円。 平方メートルとなっている。2020年9月1日時点の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。地区内に鉄道は付設されていない。最寄り駅は宇都宮線蓮す駅であり、富士の木山丁目240番街の地点から約1.6キロメートル離れている。朝日自動車により、 ハ田駅東口発着の路線バスが運行されている。ありがとうございます。